東日本大震災ですべてを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのかその秘密を知りたい人は他にいますか京都サンガ FC はホームで清水エスパルスに二の一で競り勝ち 前説、セレッソ大阪戦2-0に続いて昇格候補を破り、2連勝を飾った。清水は4試合ぶりの敗戦。開幕から4連勝中だったアウェーでは、今季初黒星となった。アウェー4連勝中の清水が、序盤の主導権を握った。前半12分、ミッドフィルダー大前、元気のサイドチェンジを受けたフォワードチョンテセが、左サイドからクロス。ミッドフィルダー川井陽介がが飛び込んだが シュートはゴールキーパー菅野孝則の後セーブに阻まれる。同24分には、河合が右足でミドルシュートを打ったが、ゴール左に外れた。清水の組織的なディフェンスを前になかなかチャンスを作れずにいた京都だが、スコアレスで折り返した後半18分、セットプレーのチャンスを生かして先制に成功した。ミッドフィルダー堀米勇気の左コーナーキックは一度はクリアされたが、もう一度、堀米が左クロス。このセカンドボールを、 ペナルティーエリア手前のミッドフィルダー、山瀬康司が右足ダイレクトボレーで叩き、豪快にゴールネットを揺らした。山瀬の今季、初ゴールでリードを奪うと、直後の後半23分には、カウンターから、途中出場のフォワード有田後期がドリブルで駆け上がり、左サイドから中に切れ込んで、右足を一戦。鮮やかなミドルシュートをゴールミス隅に流し込み、2-0とリードを広げた。3試合ぶり今季3ゴール目となった有田は、試合後のインタビューで、 ドリブルしながら、試合前に見ていたイメージトレーニングの動画と重なる部分があったので、うまくイメージ通りいけたかなと思うと、コメント、フォワードカルロス・テベスやフォワードネイマールのタイミングを外したドリブルの映像を見ていたそうで、その意識がありながら、シュートもいいコースに飛んだのでよかったと、自画自賛だった。清水も後半アディショナルタイム、河合の沖玉のパスに走り込んだ途中出場のミッドフィルダーし、ロサキ亮平が頭で折り返し、同じく。 途中出場のフォワード北川荒也がダイビングヘッドで押し込んだ土壇場で1点を返し終盤は猛攻を見せたがあと1点届かず試合はタイムアップ2 1で逃げ切った京都が2連勝を飾り清水は4試合ぶりの黒星となった <music>